リハは、滋賀県を拠点に活動する日本の音楽ユニットである。2010年11月、顔馴染み程度の知り合いであった、北川明大と、河野博之が、イベントのために急増ユニットを結成し初ライブを行ったところ音楽祭や、商業施設からオファーが舞い込んだ。ユニット名は、ザレイクイズエスペシャリーファンタジーエリアの頭文字から、名付けられた造語である。また、前後の破線は、 湖面のさざ波を表している。長浜市を拠点に活動し、2011年4月、長浜観光協会から観光 PR 隊の認定を受ける。写真家の加藤正則が音源をレコード会社に送ったことからデビューが決まり、2012年1月18日、ジェイズレコーズよりシングル、心の花をリリースした。長浜市に在住のまま、なおかつ、 長浜市をテーマにした楽曲とした。2014年1月、同年3月19日より、滋賀県在住者、または滋賀県にゆかりのある曲のためのレーベル、ウォーターオブライフを、所属事務所 j a イズ Produce と共同で設立し、同日に同レーベルからアルバムを発売することを発表した。レーベル名は、 東京長浜市出身の清水和彦のソロユニットザ・ウォーター・オブ・ライフが由来である。同レーベルはコロンビアマーケティングとの提携により、滋賀県内に存在するものとしては、初の全国流通が可能なレーベルとなる予定である。2015年により、東京の滋賀県出身のプロ野球選手東北楽天ゴールデン・イーグルス、乗本隆博の登場曲を歌っている。 この曲は、同選手のための書き下ろし曲となっており、曲のタイトルはも本本人がつけている。2015年6月24日に音源化され、CD と配信によって発売された。2017年6月、加藤時子、ゴスペラーズ、元 T ブームの宮沢和文らと共に、第1回琵和子音楽祭に出演。琵和子ホールを満席にし成功させている。音楽家としては、 加藤時子、五日の王と田村直美と交流が深く、彼らとはそれぞれコラボコンサートを開催している。デビュー時より、すべての音源のアレンジ、レコーディングなどは、角田ストックが行っている。また、登場曲に採用された、魂夢の道が、縁で、森本隆博本人との交流もあり、彼の講演会イベントにはレファからの二人が、司会やコンサートを行う。 のりもとたかひろの弟でもある、のりもとよしきとも交流があり、彼が楽天入団以前に所属していた山岸ロジスターズの選手当時に同チームの応援歌を制作している。近年はアーティスト活動とともに、滋賀県を中心とした地域や行政との連携活動が多い。滋賀県立町浜北高等学校の校歌制作や犯罪被害者支援をはじめ、 滋賀県を中心とした関西県や静岡県など東海県での文化、芸術活動を参加、主催している。また、ボーカルの北川明大は、上記の滋賀県立町浜北高等学校や滋賀県立長浜北西高等学校、滋賀県立や幡商業高等学校での講演や臨時講師としての授業を定期的に行うなど、教育機関との関係性も深い。 公式以下の出典は公式ブログ内よりありがとうございます。